ブ太郎です。本日のちょい飲みですが、久しぶりに天気がいいので、庭の方に出てきてます。で庭の方で、今回また七輪です、前回買ってきた七輪を今回は使ってこちらをちょっと焼いて食べようかなと思います。これ北海道の甥っ子が送ってくれたね、狛江の開き珍味、狛江食べるの私初めてです。北海道のこの狛江の珍味をこれ開き送ってくれたので、今日はこれをちょっとね七輪で炙って食べながら飲もうかなと思います。あとスーパーで牡蠣、殻付きの牡蠣が今日安売りしてたので、それも買ってきたので、それも後で焼きながら飲もうかなと思ってます。まずは狛江、これを焼いていきたいと思います。めっちゃええ匂い。とりあえずこれ一匹開いとるやつ、こいつをちょっと焼いていきたいと思います。七輪の方に乗せて今から炙ってちょっと焼いていきたいと思います。狛江食べるの初めてです。はい、今、狛江の方焼いてます、炙ってます。狛江を焼いている間にこちらです、北海道ということで今回札幌の黒ラベル、これを飲みながらちょっと待とうと思います。はい、では札幌の黒ラベル、まずはこちらからいただきたいと思います。今日もお疲れさんです。乾杯。外で飲むビール最高。はい、狛江の方もいい感じで色もついてきて匂いもめちゃくちゃいいです。これそろそろ焼き上がりかなと思うので、ちょっとつまんでいきながら、飲んでいこうかなと思います。狛江の開き食べるの初めてです。一応、マヨネーズに七味と、醤油だけ、狛江につける、調味料用意してきました。これをつけながら食べたいと思います。ではちょっと狛江食べていきたいと思います。熱っ、よいしょ、熱っ、手でもうそのままいただきます。熱っ。まずはこちらの醤油をつけて、うんうん、美味しい。うん、ビールに合う。狛江しっかり味ついてるので、これそのままでも美味しいと思います。よいしょ、このままいきます。うん、これも炙ります。マヨネーズつけます。マヨネーズ、一応マヨネーズも試します。うんうん、マヨネーズも合います。お次はこの醤油をつけて、醤油からマヨネーズ、醤油マヨネーズ、こちらをいただきます。うん、狛江つけなくても美味しいし、つけても美味しいし、何にしても美味しいです。美味しい。はい、お次はこちらです。こちら、殻付きの牡蠣、これは、広島ではなくて兵庫県海域の牡蠣です。この殻付きの牡蠣、これだけ入ってなんと285円、めちゃ安。今日はこの牡蠣も焼きたいと思います。牡蠣焼いていきます。じゃん。では牡蠣焼いて食べたいと思います。牡蠣を焼きながら、今度はこちらです、札幌黒ラベルのエクストラモルト、こちらをいただきます。エクストラモルト、これを飲みながら牡蠣待ちたいと思います。うん、美味しい。はい、牡蠣も焼けたので今から食べて飲みたいと思います。牡蠣も食べます。いただきます。牡蠣いただきます。熱っ、熱い。うん、牡蠣もビールに合う。熱っ、熱い。
牡蠣まだ残ってるので今からゆっくり焼いて、食べて飲みたいと思います。今日はここまでで、とりあえず動画の方は終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。